これはあなたたちのような次元の戦いじゃないの。わかった。チョキ、待ってちょう。次々に変なのが出てくるわね。アルバ、マス。空飛ぶひよこ。頑張って、頑張るのよ。ミツバチだってもっと高く飛べるわ。高く高く、もっと高く飛べなかったら夕食抜きよ。そうもう飛ぶか折れるかはっきりしろよ。もう待て。試し打ちにはいいか。貴様危ない。星野くん何やってんの。お掃除のアルバイトです。さっさあ、ちょろちょろと。この銃は重たすぎるな。狙いが定まらん。セッティ、ダメ。ごめんね。星の残りカスが生きてるなんて。虫まで見えないよ。原子記号に帰れ。ちょっと待った。愛と正義のセーラー服美少女戦士セーラームーン参上。ほう、最大の異物が登場したか。ちょっと、昭和二頭筋の弱い科学者さん、どんな星の子だって子供は国の宝だよ。子供を消そうとする大人はこのセーラームーンだ。月に変わってあっさきよ。ムーンスパイラルハーッ、ただ必殺技だ。このマグスガンは全ての生体エネルギーを吸収する。お前の放つエネルギーもな。よく分かってるわよね、グリーム星人は。今度は反転して吸収したパワーを打ち返してあげよう。うん、うん、タクシー、ダメよ。また打ち返されるだけだ。どうすればいいの。簡単さ、黙ってお前たちのオスティを捧げればいいんだ。異物よ、消えろ。レッドレッド、バカな。マグスガンを破壊するほどのエネルギーなんて。セーラーラム、セーラーネプチューン参上。セーラー戦士、困ったお姫様ね。怪我をしたくなかったら消えろ。鳴り響く戦士の灼熱のリズム、ラッシングウィンド、運命のプリンセス、体温があなたを夜感じてた。海に泣く神秘の豪客のリズム、マイディープシー静寂のプリンセス、この指はあなたを今感じて
星の数だけ幸せがあると思うなよ。サブマリンリフレクションセラム。この星には生きのいいオスティが溢れてるようね。マグスフラッシュ。ウラヌス、私たちの使命は違うわ。あなたたちは。いいか、この無限学園に関わるな。なんだって。身を滅ぼすわよ。何を知ってるの。知る必要はない。何か知ってるなら教えて。これから一体何が起きるんだ。話すことなんてないわ。仲間じゃないの。待て、デスバスターズの目的は何だ。いいか、邪魔をするなら容赦はしないぞ。待って。ワールドシェイキン。警告は一度きりだ。そんな、セーラー戦士が攻撃するなんて。あいつらはセーラー戦士だけどない。セーラー戦士、それぞれの使命は違います。プルート、私はネオクイーンセレニティの力で転生したのです。じゃあやっぱり私たちは外部太陽系セーラー戦士。外部太陽系。しかし遅すぎました。私たちが覚醒した時にはすでにデスバスターズはこの星に侵入していました。これは私たちの責任。手立ちは無用です。ねえ、あなたたちの使命を教えて。最大の敵、破滅の神を葬り去ること。破滅の神だって。月野さんがセーラームーンだなんて。何のために麻布十番高校に入ったの。いや、てっきり水野さんが。銀髄賞は頭の良い人を選ぶわけじゃないのよ。じゃあ何を基準に。元気だからだよ。言えますわ。元気だって、あなたたちの元気は無謀っていうの。そうよ、怪我じゃ済まないのよ。もうママは、母ちゃんはすいません、長男の私に才能があれば。そんな無謀なこと望んでません。無謀って。妹たちより高く飛べないあなたに何ができるの。グリーム星人の才能は飛行能力です。それによって全ての階級が決まる。過去、伝説のグリーム星人がいた。空を越え遥か銀河系まで飛んだ英雄、王室親衛隊隊長。王室親衛隊隊長ガリカ、それこそが私たちの父親です。その息子なのに、あなたは地面の上を数センチ数センチ這うばかり。情けない。お姉様、昔グリーム製のハーメルン